エド・マグッキンはアメリカ合衆国のプロレスラー。ニューヨーク州ニューヨーク市出身。ジグソー、ルービックのリングネームで活躍している。チカラが運営する、チカラレッスルファクトリーにてトレーニングを積み、2002年11月16日にプロレスラーデビューを果たす。2004年11月19日、ヤングライオンズカップにて優勝。2006年7月22日には、 イカルスとマスカラコントラカベジェラマッチを行い勝利し、自身のマスクを守った。同2006年、CZW に参戦するようになり、9月9日にサンジェイダットから CZW 世界ジュニアヘビー級王座をダッシュ。2007年には、シェーンストームとのタッグチーム、シェーンソーを結成し、2月に行われたキングオブトリオでマイククアッケンブッシュを加えた3人で優勝を飾った。 2011年4月2007年、力から離脱して、ーに入団。ジャック・エヴァンス、ラッカス、ジュリアス・スモークスの3人で構成されたユニット、バルチャースクワットにメンバー入りし、エイジ・オブ・ザ・ホールと構想を展開。11月には、女性レスラーであるメルセデス・マルチネスをマネージャーに、従えて試合を行うようになる。2008年には、 マットクロスとタッグを組んで活動するも思うような結果を出せなかった。2008年9月より力に復帰。トレーナーであり、師匠でもあるマイククアッケンブッシュとのタッグを結成し、一役名タッグへと成長。2013年に団体の活動が休止するまでトップの一人として団体を支えた。2012年よりティーネにて、ルービックのリングネームでスポット参戦をするようになり、 テレビショーやワンライトオンリー PPV に出場している2011年4月カンペオーナトスデパレージャス。ありがとうございます。